バウアー、内川聡一さん。DeNA のトレバー・バウアー投手が4回の攻撃で、一塁線へ見事な送りバントを決めたが、投手才木が一塁へ投じたボールがヘルメットに直撃。ボールは一塁ファウルグラウンドへ転がってチャンス拡大かと思われたが、走路の内側を走ったとして守備妨害でアウトとなった。バウアーは手を叩いて喜んだが、審判の判定に塁上で呆然。西一塁で試合が再開された。内川聡一さん。バウアー。西岡やな。審判か？内川聡一にしようか、わかりにくすぎる。エリック点点点点点点に教えてもらった結果。エリック絶頂。バウアー審判。内川解説の時にやるのが、バント成功しても失敗しても面白いのずるいやろ。まっすぐ走ってたぞ。基準ようわからんけどフェアグラウンド走ってたらダメなのか。エリックはそこまで教えてくれなかったんやな。動画ネタにはなるからセーフ。エリックが悪いという風潮。わかりにくいから西岡で通じてるのくさ。来週のバウアー、日本では一塁に走るとき外側を走る必要があります。